善玉、市村右助衛門の悪玉、中村士官。報告筆。1861年悪玉踊り。葛飾北斎、洋読稽古、公表紙進学早染めそう。善玉悪玉の図。善玉悪玉とは、人の心の善悪を擬人化したキャラクターである。善人はお顔として、そこに善の一字を描いて、善玉悪人は、 同様に悪の一字を描いて悪玉と表現する。善悪二元の図式を極めて植物的に表現した設定であり、展示て小説や映画等の登場人物の中で善人を善玉、悪人を悪玉と呼ぶようになった。現代の善玉悪玉の多様例では人体の健康に良い影響を及ぼすとされる腸内細菌を善玉菌悪い影響を及ぼすとされるものを 悪玉筋と図式化して表現する例がある。同様の趣旨で、コレステロールを、善玉コレステロールと悪玉コレステロールに分類することがある。善玉悪玉の考え方そのものは、長人教家のための進学に始まり、完成の改革の時流を背景に、完成2年には、山、東京伝作の教訓的草増し、進学早染めが出版された。あらすじは、 善な魂に守られた良い男が年頃になると、悪玉が体に入り込み、女郎屋に入り浸るようになり、大酒飲みになり、ついには身を滅ぼして、宿なし盗賊となるが、ある日襲った相手に取り押さえられ、その人から道理を教えられ、善玉を取り戻して豊かな人生を送る、というもの。この本の差し絵では、心の葛藤を善玉と悪玉が左右の腕を引き合う、ことで表現している。 善玉が一人で弾いているのに対し悪玉は三人で弾いており、悪玉が優勢であることがわかる。文化八年三月に、江戸志村座で三代目、坂東光五郎が初演した七変化物の歌舞伎舞踊、七枚賊花の姿絵の中の時わず、元人坊主に悪玉の踊りが登場し、文化十二年の北斎の洋読稽古では、悪玉踊りの踊り方が指南されている。さらに、 この善玉悪玉を登場人物にした歌舞伎舞踊、弥生の花、浅草祭、通称、三者祭りが書かれ、天保三年に初演された。善玉悪玉が愉快に踊りまくる踊りは、庶民の間で大人気となり、善玉悪玉の呼び名を定着させた。この舞踊自体を善玉悪玉と通称することもある。前日の元人坊主を清本に改作した浮かれ坊主でも、 悪玉踊りが登場する。対局上受け合い値進学早染め層七枚属花の姿絵独立行政法人日本芸術文化、新公開文化デジタルライブラリー。ありがとうございます。